船を破壊しました。私たちに奪われるぐらいなら爆破した方がマシということですか。カバルには相当嫌われていますね。その理由は分かりませんが、運命の時が迫っている。あのピラミッドは過去に多くの命を奪った。とにかく中に入らなければ、そして何か見つけなくては。何でもいい、奴らの再来に備える助けとなるものを。とにかく油断だけはするな。奴らが何を仕掛けてくるかわからない。またです。入ってこようとしています。
ピラミッドが待っています。私たちを招いています。暴力、美、真実、それらが中で待っています。もう後戻りはできません。ようこそ、待っていました。もう少しです。もうちょっと。
信じる。